違うんですか。ねえ、ね、どう言います。さて、その伊藤がバッターボックスに入ってます。ちょっと詰まり気味ですが、レフトの前だ。ショートがバック、幸いかな。ラッキーヒットです。ノーアウトランナー一塁。首でしょうか。最後ボールに飛びついていったのはこのショートの広瀬だったんですが、首筋のあたりをメガネを飛ばして痛めたんでしょうか。もう今一番こう心配そうに見てるのは、あ、もう思わず走り出しました大沢監督でしょうね。でしょうね。まあ、ある意味ではこの大沢監督の、ナインの中での代弁者といいましょうか、そんな感じで広瀬が起用されてましてね。そうですよね。言ってみれば西武でいうと石毛みたいな存在を大沢監督は望んでるようですけど、ね、そうですね、こういうね、非常にこう諦めずに追っかけてきましたよね。そうなんですよね。こういうやっぱりこう、なんていうかな、ファイターのプレーがね、これでチーム全体からこういうふうにこう信頼されるんですよね、はい、いやー、惜しくもこれは取れませんでしたが、うわ、この時ですか。2回転目の時にちょっと首筋を痛めたようですが、まあ巨人もそうですけど、なかなかできないんでね、1回ミスったりして、そういうのはしっかりやってくれますんでね、まあ教育がしっかりできてるなという感じですよね、打率が2割9分8厘。4月は腰を痛めて棒に振りましたが、その後好調。この5試合は21打数の8安打というバッターボックスの辻。ランナーは2塁にいます。それとやはりこう低めのボール、まあ、特に変化球の場合、こういうのは、まあ、コントロールが安定してきましたよね。今のもね、ブルペンでは山原、松田のルーキーコンビが投げている日本ハムですが、5イニング目に入るという芝草が打ち取る。セカンドランナーは3塁へ進みます。チャージングがしっかり仕上がってきましたね。ツーアウトランナーは3塁。バッターは戸柱。ああ、今のボールはいいと、幅広く使った方がいいですよね、中に入ってくるピッチャーはダメですよね。ワンストライクしてね、まずまずでしょうね、はい。まあ、初球は失投というお話でしたが、ストライクを取って2球目ストレートを低めに外れてワンストライクワンボール。大体、まあ、日本人のバッターでね、初球からこうカンカンと打ってくるのはクリーンアップ以外なかなか少ないですよ。真ん中のボールはセカンドライナー。今のは失投ではないんですか。失投ですよ。そうですか。